はい、皆さんこんばんは。床屋でバリカンが耳に少し当たった、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですけど、ちょっと見てね、分かる通り今日ちょっと床屋さん行ってきたんですよ、髪を切りに。で、まあいつものようにバリカンで2風呂ねにしてくださいっていうことで、もう激しくね、もう破天荒にやってくれって言ったら、もうバリカンがねじって耳にちょっと当たったんですよねっていう話なんですけれども、優しい人だったのでね、僕は何も言わなかったんですけれども、はい、ということで今日なんですけれども、皆さんもあると思うんですけど、エスパルスの試合で、まあよくね、もう忘れられないとか心に残ってる試合って必ずみんなあると思うんですけど、それの心に刻まれている試合ベスト3っていうことで、今日はね交互に発表していきたいと思います。はい、それではね、いちごマネージャーの心に刻まれている試合、じゃあ第3位からお願いします。はい、じゃあ第3位は、はい、去年の、アウェー岩田行った時ですね。うんうんなかなか勝てなくて、うんうん、やっと勝てた試合です、これは。あー、はい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 、北川選手と、はい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 、はい、ありましたね、はい、はいはい、ね、この間ね言ったけど、リバイブを歌って本当に泣きました、ね。あ、はい、確かに感動した、あの試合は。感動したよね。苦しかったね、時で、まあ、ダービーってこともあって、そうで、まあ、うん、勝てたんですよね。勝てたの、だからもうあれは泣きましたね。確かにこれ多いんじゃないか、リスナーさんも、あの試合、ね、絶対ベスト3の中に一つ入れてる人って結構多いと思いますね。じゃあ僕の、まあ、ベスト3、はい、ね、まあ、2016年のシーズンって G2 だったじゃないですか、はい、でその時の、まあ、最終節アウェー徳島ですよ。で、あの試合で、まあ、ね、まあ、もう勝たないとどうしようもないっていう、ね、まあ、札幌セレクソットとかと競ってたんですよね。でもとにかく、まあ、9連勝もかかってて、もう勝たなきゃもう上がれないっていう試合で勝った試合、犬飼選手と誰だっけ、金子選手がゴールして、でもう、まあ、めちゃめちゃ感動したっていうあの試合ですね。まあ今ちょっとここに写真出してますけど、このね、やっぱ写真って、まあ選手がいて、選手バックにね、サポーターがいてて、この写真ってね、ちょっと僕忘れられないんですよね。でこう見ちゃうとね、やっぱり目からね、ほこりっていうか涙がね出てきちゃいますね。はい、じゃあいちごマネージャーの第2位お願いします。はい、じゃあ第2位は去年のはい、マリノスですね、アウェーマリノス行った時。あ、はい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 、うんうんうん、1-0 かな、うん、勝ったんですけど、そう、ギャラクシーやった時ですね。あー、はい、すごかった。ギャラクシーすごかったよね。あれはすごかった。で、レオレオじゃん。そう、で、俺っちどっち側やったっけ。エスパルス、エスパルス、エスパルスの人。で、エスパルスの時は手で隠すんですね、後ろに。そう、座らなくていいよ。そう、しゃがまなくていいよって言って、まあ、だけど、大体の人もしゃがんでるんです。もうあれやるとね、もうしゃがんでるんですよね。そう、あの試合勝ったっていうことと、ね、ギャラクシー、マリオスの人たちもね、そう、結構褒めてくださって。で、あとあれじゃないけど、日産スタジアムが久しぶりに行けたっていうことも感動したよ。そうだね、そうだね。あ、やっぱスタジアムだよね。あ、でかいでかい。じゃあ、はい、ということでね、はい、じゃあ僕の第2位、これは同じなんですよ。2016年になっちゃうんですけど、やっぱ G2 の時ってすごく苦しかったんですけど、その代わり思い出もたくさんあるんですよ。で、その中で大前元気選手が何だっけ、町田戦、何だっけ、何町田だっけ、町田ゼルビア戦で、ちょっと怪我をしちゃって、胸だけかな、胸骨だから折っちゃったんですよね。で、それで、3ヶ月ぐらい試合に、ね、出れなくて、その復帰戦ですよ。で、これね、金子選手とこうやって変わって入ってきて、で、自ら獲得したこれですよ、このね、フリーキック、これをね、もう直接自分で復帰戦で決めてしまったっていう試合で、もうゴール直後の元気選手です。すごい、これね、あ、いい表情してる。これが、僕の第2位かなって思います。大前選手ね、すごかったなって思って。はい、ということで、じゃあいちごマネージャーのね、第1位
はい、はい、っていうのはきっと、まあ、じいさん分かってると思うんですけど、はい、アウェイの名古屋戦ですね。ああ、去年のね、はい、はいはいあれね、西澤選手 の逆転ゴールですよ、アディショナル。はいはい、うん、でそれで言うと1個だけちょっと番外編でいいですか、はい、ね、あの関係なしですよ、あのそれはまた2016年になっちゃうんですけど好きだねそう好きだね、だからあのなんかホームの水戸戦ありましたよね。であのそれもあの 3-0 で、あ 3-0 で 3-2 かなで勝ってるんですけど、これどうやって勝ったかっていうと、アディショナルタイムが90分プラス5分表示されたんですよ。でそれで最後あの、まあ、お前元気選手が蹴ったコーナーに対してあのビョンジュンボンという選手がいたんですね、いましたよね。であの選手がもう劇的でもう本当にラストワンプレーってそれこそ西澤みたいなゴールで、まあ、まさかディフェンス のビョンジュンボンが決めるなんて誰も思ってなくって、スタジアムがめちゃめちゃ盛り上がったっていう試合がありました。それ入れたかったんですけど、まあ、ベスト3、4位ですね、僕の中ですよはい、ということで僕のね、第1位です。はい、これね、さっきイチゴマネージャー言われちゃったんですけど、あの僕もやっぱり去年のダービーなんで、ダービーのダービーあれダービーですよ、同じ試合です。で、北川選手が先制して、で、あの朝廷選手があの、あ、先制はテスだったかな、まあ、ちょっと覚えてるんですけど、まあ、テスが豪快にヘッドでゴールして、これですよ、このね、あの雄たけび、これが吠えたね、このシーンなんですけど、これテス選手がなんでここまでこう吠えてるかっていうところを考えるとグッとね涙出ちゃう。これ久しぶりにスタメンでテス選手が出れた試合で、あのまあなかなかね使ってもらえなかったんですね、試合に。そこでもうここではもうダービーだし絶対やってやるっていう試合で、もうとにかく気持ちが入ってる中でゴールした、これですよ。そしてこれですよ、もう男泣き、もうこれね、僕もねもう泣いてしまいましたね。もうこうね、訂正も本当にありがとうって、もう訂正コールもすごかったしね、うん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 、ということで僕は1位がダービーの、まあ、訂正選手のゴールっていうことでした。でまあ皆さんもね、いろいろ思い出に残ってる試合とかあると思うんですけれども、僕こんな試合がね、思い出にありますよっていう方がいましたら、コメント欄の方に書いていただければね、また動画の中でもね発表とか返信とかしたいと思います。はい、本日の、ね、動画面白かったよって方はチャンネル登録とグッドボタン、あ、それからツイッターも概要欄の方にありますので、そちらからフォローお願いします。はい、それでは今日もね最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。